はいどうも、大垣市の大乱闘スマッシュブラザーズ 3DS のコーナーでございます。はい、実況動画します。はい。これね、ほんとね、びっくり。やっぱね、前にも言ったんだけど、スマッシュブラザーズっていうゲームは、一つの画面、テレビで、まあ4人で共有してやるゲームだったんだけど、こんな感じでね、携帯ゲームになったらどんな感じになるのかは、ちょっとね、今回楽しみです。クソなのか、いいゲームなのか、これね、分かれ道だと思います。はい。まあね、こんな感じで、まあ通信してね、対戦するんだろうね。あれ、もうなんかちょっと、やべ。カメラになっちゃったけど。はい。まあとりあえずね、プレイしていきたいと思います。どんな感じなのか、ちょっと本当にね、楽しみ。はい。ということで、これね、タップします。はい。あれ。久しぶりに 3DS あるからね。うん。充電足りてるよな。あれ。更新しなきゃいけないのかな？あれ、更新って、大丈夫なのかな？え、大丈夫？これ、ネットに、更新ができたっぽいので、まあ、ちょっとやっていきましょう。はい。あれ。どんな感じだろうね。お。このアニメーションは久しぶり。始まんないね。あれ、なんで？遅いな。あれ、なんで？バグった？それないよな。あれ？あれ？どうした？動かなくなったよ。あれ？なんで？え？ついてるよね？え？ああ、ついた。ああ、保存してます。はいはい。はいはいはい。ああ、これ懐かしい。これスマッシュボールじゃない？ね、最後の切り札のやつ。お！なんかできた。SD カードが刺さって、あ、これ SD カード刺さなきゃいけないのかな？SD カード、今 SD カード探し出して、はい、これね、追加データを作りますとなりました。作ります。はい。どうなんだろうね。やっぱり、こうやって、なんていうかな。3DS もちょっとやけに、PSP とか PS ビータをちょっと敵対視してる感じだよな。メモリーカードとか作っちゃったりね。ね。お。いつの間に通信を利用して、このソフトからお知らせやデータを受信しますか？どういうことや？これはいらないな。いらんね、いらんな。うん。よっしゃ、はい。こんな感じ。お！早いな、やっぱ。PSP とかより早いな、やっぱ、任天堂は。うん。初めてスラブを起動した。って何や。おお、いいね。ちょっと 3D にやってみようか。これ具合悪くなるんだけど。あ。あ、これカメラじゃわからないな。カメラじゃわからないからいいや。お！こんな感じ。お！すごいすごいすごい。はい、スタート。おお、この音、Wii のあれや。おお、これはね、ね、大乱闘ですよ、これ。DS でも大乱闘ができる時代が来ましたね。大乱闘。どういうことだ？一人で大乱闘？つまりコンピュータープレイヤー、ちょっと戦ってみようか。キャラクターを見てみよう。はい。おお、あ、これか、懐かしい。で、キャラクターね、ルカリオもいるしね。これなんだ？これ、リザードンだな、リザードン。ピカチュウもいるし、パックマンもいる。ソニック。で、ウィーフィットだよ。ウィーフィット。で、フォックス。あ、フォックスはもちろんいるね。で、これなんだ？これはなんだ？これ知らないぞ。あ、パルテナ。これあれだな。これだ、ピットのゲームのキャラクターだ。で、これはゼロスーツサムスだな。はいはいはい。これは何だ？あ、これロゼッタだ。うん。ロゼッタ。で、うん、こんな感じかな。はいはいはい。これは何だ？こいつは誰だ？これ何のキャラクターだ？まあ僕はね、ルカリオの使い手なんだけど、ちょっとね、新しいキャラクター使ってみたいね。パックマン使ってみようか。パックマン。よし、で、これで？お、これさ、上にこうやって移動できるんだよ。すごい。ほら、上に、下に。で、これこれどうやってスタートするんだっけ？あ、これ、違う。あ、ストック制だな。ストックを4回にして。うん、なし。吹っ飛び率は俺はね、いつもね、2倍にしたいから、ちょっと2倍にしてみよう。ステージは毎回ある。で、アイテムスイッチ。まあ、入れよう。はい。あ、これ、ああ、こういうやつか。はいはい。すべてオンにしよう。で、出る。
どうすんだこれ。出るだろ。どうすればいいんだ。どうすんだこれ。これでいいんじゃないの。あれこれ、はい、あ、スタート。スタート、あ、始まった。おお、すごい。これハイラルあるかな。天井、イニシエっぽい。あ、惑星コーネリア、懐かしい。惑星コーネリア。お、俺はね、ハイラルが好きなんだよね。ハイラルないかな。ハイラルは消えた、消えか。あれ、ペーパーマリン、レインボーロード。まあ、終点にしようか。終点。お、はい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 。ちょっとこれ操作方法とかまだわからないから。お、すごいすごいすごい。はいはいはい。お、なるほどね。お、すごい。ちょっと、やばいな、これ。上かけんから。お、ちょっと待ってね。スタート。よし、ちょっと。操作してる感じも映すためにちょっとここで変えようかな。よし、はい、行くね。スタートかな。よし、はい、あ、こんな感じ。お、吹き飛ぶな。おーし、スマッシュ攻撃。おー、すごい。ドンキーコングが、でもね、これね、やっぱ 3DS だけあってね、やっぱ DS の時よりもね、画質がいいんだよ。うん、これあの、テレビゲームぐらいの画質だよ。スマッシュ攻撃。お、あれ、俺が食ったんだよ。あ、これいいな。あ、これ面白い。なんか来た、なんか来た。お、来た来た来た。おお、すごい。なんだこれ、うん、全然操作方法がわからない。お、パックマン強いな。おお、よし、スマッシュ攻撃。よし、スマッシュ攻撃。よし、来い。あれ、俺強くない俺。うわ、こんなんじゃ死なねえ。おお、なんか、おお。B 攻撃。あ、B がこれか。あれ、お、あれ、あれ、わあ、やべ、死んだった。死んだったよ。あ、でも俺一体だけだしな。こいつ殺そう。よし、スマッシュ攻撃。あ、間違った。スマッシュ攻撃。あれ。おい、おい、死んだ。はいはいはい、終わった。終わりましたよ。あ、なるほどね。これやっぱ、うん。このね、くるくるがあるからね。これがあるからね、やっぱね、うん。大乱闘とかには適してるね。このくるくる。はいはい。え、またあるのバトル。またあるのバトル。あ、違うな。よし。ちょっとあと一回だけやってみよう。うん。これなんか悪運の使者みたいなのないのかな。ちょっと、今回はちょっとバトルだけやってみましょう。新しいキャラクターロックマンしたいけどね。やっぱ俺はちょっとルカリオ使ってみたいな。今回もね。ルカリオ。でね。アイテムをね、ちょっとね。これ、ね。これこれ。これ使ってみたいな。うん。これ。なんだっけ？スマッシュボール。これでいこうか。よし。いや、これでやってみます。はい。ルカリオ。でね、やっぱもう戦場でいいか、シンプルなところでやってみましょう。はい。よしよしよし。おー、ルカリオ。ソニックだしね、相手。おー、この。おー、波動弾。よし。懐かしい。
俺はもう X の頃から、ルカリオ使ってるからね。この操作懐かしいわ。お、波動弾。よし、スマッシュボール。よし、死んだ。弱いな、やっぱ。コンピューター弱いな。よし、これで。お、よし、復帰。よし、はいはいはい。ピーチ、お、死んだ。あれ、今画面出た。画面出た。めっちゃすげえ顔してたよ。死んじゃったよ。殺し、殺す。よし、はい。お、うわ、なんか毒。よし、これ取ろう。これ取るぞ。うわ、取れた、取れた。やばい、こいつやばいやつじゃない、これ。うわー、懐かしい、これ。あー、ちょっと降りちゃった。これ死ぬ、死ぬ、これ。絶対死ぬ、これ。あー、なんか溜めちゃったよ。怪獣、お。なんか今、すま、あれ、ないね。まだ出てきてないか。きっと。よし、死ね。ソニック死ね。ソニックをまず殺すか。ちょっと。よし。わ、俺めっちゃ、あ、お、危ね。よし。よし。よし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 。まあ、よし、ソニックを殺せば、俺の勝ちか。ソニック。よし、溜めとこう。ああ、強くないだ。よし、溜めて。ああ、強くないだ。よし。うわ！あ、負けた！負けたー！コンピューターに負けちゃったよ。上。ああ。はい。はい。はい。まあね、ちょっと今、バトルを2回やったけど、これ分かったよ。うん。これね、テレビゲームのね、スマッシュブラザーズをね、うまくね、再現してると思うよ。うん。画像も綺麗だし、うん。やっぱね、でもね、やっぱね、ちょっとごめん。これね、ゲームの内容とかに、文句言ってるんじゃなくて、あのね、俺ね、ちょっと目がね、悪くてね、ドライアイだから、これ目が乾くな。ちょっとちっちゃいし、チカチカするし。うん、映像はもちろん綺麗だよ。文句なし。しかも、操作する、このね、クリクリとか。もう、これね、文句なしなんだけど、画面が小さいからね、ちょっと目をね、もう、ずっと開けとかなきゃいけないから、目が疲れるね。うん、それだけ。まあ、でも身体的なね、理由なんだけど、まあ、ね、これ内容としてはね、かなり面白いと思いますよ。うん。これね、ほんと、買ってよかったなって、まあ、今、やりながら思いました。はい。まあ、ね、これね、ちょっと、悪空の使者みたいな、あれ？これな、悪空の使者、あれ？またもう落ちちゃって。違う違う違う。これ、悪空の使者みたいなのが、あるのかな？どうやって戻るのかな？あ、うん。クリアゲッター、あ、こういうやつだな。多分ね、これね、クリア、あ、スピード、はいはい、こんな感じで、悪空の使者みたいなのがあるから、まあ、こういうのもね、どんどん進めていきたいと、まあ思います。はい。これね、面白いです。はい。この携帯でね、もう、今まで大乱闘っていうのは、テレビで、みんなで友達で集まって、やろうぜ、みたいな感じで4人で、ほら、コントローラー持ってきちゃったりしてさ、ね、そんな感じでやってた時代なんだけど、もう、今はね、こんな感じで、もう携帯でもね、もう大乱闘が楽しめるね、もう時代になっちゃいましたね。はい。もうこれね、大乱闘好きな人はね、多分、絶対気に入ると思います。はい。これ面白かったです、正直。マジで。本当に、俺正直なことしか言わないから。うん。これ面白いよ、本当に。なので、これね、多分ね、爆発ね、ヒットしてほしいと思いました。はい。ということで、これからね、どんどん、まあ、このフィールドスマッシュとかね、こういう悪空の使者みたいなやつをね、まあ、実況していきたいと思います。はい。ということで、ワキチの、第1回目の大乱闘 3DS 版の実況でした。はい。また次回ね、ぜひ見てください。はい。ということで、ワキチでした。